8月に静岡県で開かれたものづくりの技能を競う全国大会で入賞した県内の高校生が県庁を訪れ喜びの報告をしました大会は工業高校などで学ぶ若者を対象にものづくりの技能レベルの向上を目指すもので今回は電気工事やグラフィックデザインなど15の部門に全国から338人が参加しました 県立奈良商工高校のルクロンアタルさんと小山空さんがロボットソフト組み込み部門で敢闘賞を受賞しました出迎えた県の森本総一産業・観光・雇用振興部長に対し3年のルクロンさんは 今後はシステムエンジニアの世界を目指したいと述べ、小山さんは次回の大会では金賞を目指したいと、さらなる意欲を見せました。